プラムディア,アナンタトゥールは、インドネシアの小説家である。スハルト政権下では、同国の9月30日事件に関与したとして長く、流刑生活を余儀なくされたが、同政権の崩壊後に釈放された。執筆活動の再開を期待されたが、2006年に死去した。プラムディアとも、オランダ領東インド時代の中部ジャワ州のブロラの、生まれで、学校教師の父親、 経験なムスリムの母親の間に、9人兄弟の長男として生まれた。日本軍政集結後、インドネシア独立戦争期の1947年7月、敵軍制圧下のジャカルタでオランダ軍によって逮捕され、1949年12月に釈放されるまで獄中にあった。その後、次々と小説を発表するが、1965年の9月30日事件後、 インドネシア共産党との関係を疑われたため、政治犯の落印を押され、流刑の島、ウルシマに送られた。文明社会から隔絶された、流刑生活は10年以上に及んだが、創作意欲は衰えず、同国文学史上の最高傑作ともされる、大え歴史小説、ウルシマ四部作ザブルカルテットを完成させた。スハルト政権下で、 プラムディアの作品は事実上の発禁処分を受けていたが、その業績はインドネシア国外でもよく知られ、1988年国際ペンクラブのフリーダムツーライト賞、1995年マグサイサイ賞を受賞、そして2000年福岡市の福岡アジア文化賞で大賞を受賞。その受賞式典に来日し、記念公演を行ったアジアにおける ノーベル文学賞の最有力候補との呼び声も高かった。ありがとうございます。